you think that I should calm down。 皆さんごきげんよう、沙織です。はい、今日は私の日常の中の小さな幸せをご紹介していきたいと思います。私はですね、視聴者さんとかあと周りの人からも精神的に結構安定しているというか、感情の激しい上下とかがなくて、結構こう常に一定のラインでこう落ち着いているみたいな印象を持っていただくことが多くって、でよくね、視聴者さんからも沙織さんって自分のご機嫌取るの上手いですよねとか、あと夫からもね、よくなんか沙織っていつもちょっとしたことで幸せ感じてるよねっていう風に言われたりして、あんまり自覚はなかったんですけど、なんか最近ねそう言っていただくことも多いなと思ったので、今日は私が日常の中で自分のご機嫌を取るために行っていることを、まあ、ちょっと Vlog っぽい感じでお届けしていきたいなと思います。大前提として、なんか最近私が幸せって思うものって日常の中にあると思ってて、非日常ってこう、まあ、何かしらのこうイベントごとだったり、まあ、旅行だったりとか、もちろんそれも幸せだし楽しいんだけど、でもそれよりも大事にしたい幸せってやっぱり日常の中にあるなって思っていて、なぜかっていうと、やっぱり非日常は年に何回かしかない、 2,3 回とか 1,2 回とかしかねなかったりするじゃないですか。でも日常は365日なので、その日常の中に幸せをね見つけられた方が圧倒的にいいんじゃないかなっていうふうに思って、まあ無意識ではあったんですけど、なんかこう日常の中に自分が楽しみになるようなことを自分で作ってるなっていうふうに気づいたんですよね。ということで、これから私の小さな幸せご紹介していくんですが、まずはご飯です。やっぱり衣食住と言いますから、もう基本ですよね。でその中でもやっぱり食事って1日に、まあ、大体皆さん3回取られるイベントごとなわけじゃないですか。なのでかなり食事と接する回数っていうのかなが多いので、ここを楽しくできたらめちゃくちゃハッピーなんじゃないかっていうふうに思ってるんですよね。で自分の好きなね美味しいものをたくさん食べるっていうのももちろんいいと思うんですけど、なんかそれがさらにヘルシーなものだったりすると、ただ美味しいっていうだけじゃなくて、ちょっとなんか体にいいことしてるみたいな気持ちになって、心も体もご機嫌になるなっていうふうに思っています。ということでね、ちょっと最近ハマっているものをご紹介します。最近私がハマっているのがこちらのお米ベーカリーのベーグルです。実はですね、これ、まあ、この名前でもね分かると思うんですけど、国産の米粉とか玄米粉を使って作られたベーグルで、グルテンフリーなんですよね。で結構ね、私これで朝食とか、あと小腹減った時とかに食べたりしてるんですけど、今日はこれでねサーモン挟んでちょっと朝ごはんにしたいと思います。でこれ冷凍保存なんですよ。なので今ねこれ凍ってるんですけど、これをねレンジで温めていきます。お皿に乗せてラップをして、500ワットで1分半ぐらい。この袋がこうやって閉じれるようになってるので、これ2個入りなんですけど、このまままたね戻せるのが嬉しい。でサーモン、あーいい香りする。ちょっとほのかに甘いね、いい香りがするんです。もちもちでかわいい。はい、半分に切りました。あいい香り。でクリームチーズ、もうクリームチーズは美味しいに決まってるからね、たっぷり塗った方が絶対美味しいから。でベビーリーフをのせて、オリーブオイルとブラックペッパー、完成。簡単すぎますがサーモンベーグル完成です。ということで完成しました。お米ベーカリーで作ったサーモンベーグルです。まあ、作ったとか言って挟んだだけなんだけど、ではいただきます。めちゃくちゃ美味しい、幸せ。このねベーグルが本当に美味しいんですよ。風味とかほのかな甘みとかがめちゃくちゃ美味しくって、プレーンをねこのシンプルなままでもすごい美味しくいただけます。沙織さんグルテンフリーやってたっけっていう風にね思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、正直やってなくて気になるなとはね思ってたんですけど、なんでやってなかったかっていうと、やっぱグルテンフリーってなんか美味しくないんじゃないかっていうイメージありません？やっぱ私小麦大好きなので、パンとか麺とかねパスタとか
そういうのも大好きだから、やっぱりなんかグルテンフリーってなると美味しさをちょっと犠牲にするみたいなイメージがちょっとあったんですよ。なのでまあ今まで気になりつつもあまり取り入れてなかったんですけど、今回ファンケルさんからこのタイアップのお話をいただいた時にまずお試しをさせていただいたんですけど、もし食べてみて美味しくなかったらお断りしようっていう風に思って試させていただいたんですけど、実際食べてみたらめちゃくちゃ美味しい。なんだろう、グルテンフリーってなんかパサパサしてるんじゃないかとか、なんかちょっとこう独特な感じがあるんじゃないかとかっていう風に思ってたんですけど、全くないし、私的にはむしろこっちの方が好きかもっていうぐらい、本当にね、多分米粉だからこうもちもち感もすごいしっかりあるし、あとねこれ大きさが割とねコンパクトに見えるかもしれないんですけど、なんか私も届いた時あ意外とちっちゃいんだなっていう風に思ったんですけど、ギュッと詰まっててずっしりね重みは意外とあるんですよ。なので食べ応えがあって腹持ちもいいので朝ごはんにもねすごいぴったりです。ちょっと食べよう。これでグルテンフリーはねかなり嬉しいなと思うし、なんかグルテンフリーへの先入観がなくなったので、なんかこれからちょっと取り入れてみたいなっていう風にすごい考えを変えさせられたベーグル。個人的には冷凍保存っていうのもすごいありがたいなと思ってて、やっぱり長期間保存できるし常備しておけるじゃないですか。なので結構私買い出し行くの面倒くさくて、なんか家にあるもので済ませたいなみたいな時とかもよくあるんですけど、そういう時にさあこれあると本当にありがたいっていう風に思います。で今回ねタイアップ企画ということでお得な割引キャンペーンも開催してくださっているので、この動画の最後で詳細ご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった、本当に幸せ。よいしょ。はい、そしてですね次私の日常の中の小さな幸せなんですが、香りですね。そうで香りっていろいろねあると思うんですけど、私は中でもお香が好きで結構何年も前から炊いたりとかしています。なんかお香ってこう煙が出るじゃないですか。でそれがこうゆらーっと漂ってるのとかを見るのもすごく癒されるし、なんかその煙がこう、ね、目に見えてることでなんとなくこう空気が浄化されてるような気持ちになったりするので、もしかしたらお香をね炊いてるっていう方そんな多くないかもしれないですけど、結構おすすめです。で個人的にずっと気に入って使っているのはこのアポテーケのお香。これ今もしかしたらちょっとデザイン変わってるかもしれないんだけど、アポテーケっていうところのお香でして、吉祥寺に店舗もありますし、なんかセレクトショップとかで扱われてたりします。でこれのフィグの香りがマジでいい香りです。このねアポテーケ以外ではあまり私はね香ったことがない香りなのですごくお気に入りです。でこのお香立てインセンスホルダーっていうのかな、おしゃれに言うとこれもアポテーケのものです。ここにねこうやって刺してお香を炊く感じです。いい香りで本当に癒される。でこのフィグが一番好きなんですけど、あとこちらのホワイトティーとかも結構おすすめです。これはなんかちょっとスパみたいないい香りがします。フィグちょっと試してほしいなと思います。あとはこれはねこの間視聴者さんからプレゼントでいただいたんですけど、このマリアージュフレールって紅茶屋さんのお香です。すごいおしゃれだよね。これも本当にいい香りでちょっと和っぽい香りもありつつ甘い感じの香りなんですよ。これもすごくいい香りです。であとは気軽に試せるシリーズで言うと無印からもお香が出てまして、ほんとねお手頃に購入できます。500円とかそれぐらいだったかな。で結構ね何種類か香りの種類もあるんですけど、私が今ね持ってるのはヒノキの香りとジャスミンの香りと緑茶の香りです。いい香り。個人的に結構緑茶が好きで、爽やかなこうリフレッシュする感じの香りがするので緑茶結構おすすめかも。無印だとね、お香立てというか、ちょっとした小皿みたいなのとお香を立てるやつもね売ってるので、もう全部セットでも多分1000円とかそれぐらいで買えると思うので、日常にちょっと新しい習慣取り入れたいなみたいな方とかもね、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。届いたよ。じゃん、届きました。注文していたものが、いや実はこれちょうどたまたまなんですけど、次のね
私の日常の中の小さな幸せ、お気に入りのルームウェアを着るっていうことなんですけどね。なんかさ、ルームウェアって結構着古したお洋服とか、あとは同じのをずっと着ていたりとかっていう風にねしてる方も多いかなと思うんですけど、あ、イブちゃんが穴掘ってます。もちろんそれもあのお洋服を大切に着ていて、あの素晴らしいことなんですけど、まあ、私は特に、あ、イブちゃん、私はね特に家で過ごすことがめちゃくちゃ多いので、やっぱりそこもお気に入りのものでこだわっていったらちょっとした幸せにつながるんじゃないかなっていうふうに思ったのが2年前ぐらい で、シーズンにワンコーデ分を必ず新調するようにしています。でめちゃくちゃ着倒すので、同じのを何回も何回もさ、やっぱ着るじゃないですか。なので結構ワンシーズンでヨレヨレになっちゃったりとかすることも多いので、それで新しいのに変えてっていう風にしています。はい、あなたも後で登場するよ。でたまたま今シーズンのを見つけたんです。でさっき届いたのでちょっとご紹介しようかな。じゃん、ピーチジョンとマリクワコラボのルームウェア。めっちゃ可愛いの、これ知ってる？ゆむちゃんも興味津々でございます。じゃん、こんな感じのワッフル素材でマリクワのお花がポツポツしている。可愛い。でワンピースもあったんですけど、私はねこっちのトップスとパンツのセパレートの方にしました。かわいいね。これはもうパジャマとしてでもいいし、まあお部屋でねルームウェアとしてでもいいしと思って、このセットアップとじゃん、マリクワの同じシリーズのヘアバンド。かわいくない？もう家で仕事する時とか、もう朝から晩までもうヘアバンドで髪上げてもうずっとつけてるみたいなこともあるんですよ。なのでそういう時もさ、結構さシンプルなヘアバンドで上げてるとさ、ちょっとテンション上がらないというかあるけど、これだったらね可愛いしテンション上がるんじゃないかなと思ってゲットしました。はい、ということで着てみました。こんな感じです。可愛い、めっちゃ可愛いです。しかもね肌触りもすごい柔らかくて、そんなに熱くないから今の季節から着られそう。イブちゃんも可愛いって言ってます。ありがとう。これはもうめちゃくちゃヘビロテしたいなと思います。でですね、次の日常のちょっとした幸せがこの子です。可愛い、イブちゃんと戯れることです。はい、まあ、これはねちょっとワンちゃん猫ちゃんとかねペットを飼ってらっしゃる方限定にはなってしまうと思うんですけど、本当に私はイブちゃんから日々幸せと癒しをいただいています。かわいい。もう1日に30回ぐらいかわいいって言ってるよね。本当にかわいくて、とにかく甘えん坊でねずっと一緒にいるので、私もね自宅で仕事してることが多いのでずっと一緒にいられて本当に癒しをもらっています。かわいい、かわいいね。今日もいちいちかわいいね。なに？はい、そして私の日常の中の小さな幸せ、次がおやつタイム。皆さんのおやつタイムどんな感じですか？私はですね、お気に入りの紅茶またはコーヒーとお気に入りのね、おやつっていう感じで食べていて、でここがね私の紅茶ボックス紅茶がたくさん入っている引き出しでして、そう、実は私紅茶大好きなので自分でも買いますし、あとポップアップとかあった時にファンの方がプレゼントでくださったりとかするんですよね。多分種類は 2,30 種類ぐらい紅茶あります、自宅に。で、まあ中でも、まあ一回ね、開封したらなるべくそれから飲もうっていう感じで、まあ一個ずつ楽しみながらいただいてるんですけども、まあ、最近ね、結構飲んでるのが、これポップアップの時ファンの方にいただいた、こちら、ルピシアの白桃煎茶です。あ、そう、紅茶って言ったけど、紅茶に限らずお茶系、何でも好きです。そう、この白桃煎茶めちゃくちゃ美味しいです。やっぱり夏場とかはね、フルーツ系のフレーバーティーとか、爽やかな感じで美味しいのでお気に入りです。あとこちらもファンの方にいただいたんですが、ルピシアの限定のフレーバーです。あとこれは楽天で買ってるんですけど、もうねこれゴリ押ししてる緑茶、シンプルな緑茶です。で掛川茶なんですけど、緑茶って言ってもいろいろねあると思うんですけど、個人的にはこの緑茶が渋みと甘みのバランスが好きで、あれとってもおすすめです。このレイの有機ハーブティーは黒豆とかルイボスとかが入っているお茶で、味もね癖がなくて美味しいです。
あとこれめっちゃ美味しいよ。これインスタにも載せたんですけど、ハーニー&サンズのミルクウーロンっていうお茶です。もうね、これは美味しすぎてちょっと幸せの爆上がり。これウーロン茶なんですけど、ちょっとミルキーな感じ のフレーバーがついていて、これはね、水出しでアイスティーで飲むとすっごい爽やか、かつちょっとこうまろやかなミルキーな風味っていうのがあって、めちゃくちゃ美味しいです。なんかこういう他の紅茶とか緑茶とかね、他のものとちょっと違う、やっぱウーロン茶なので、ちょっとなんていうの、オリエンタルな香りというかそんな感じもあって、ちょっと他の紅茶とか緑茶とかと雰囲気変えたいなっていう時とかにもね、すごくおすすめなので、これめっちゃお気に入りです。実は最近結構コーヒーも好きで、ブラックコーヒーですね。そう、ラテ飲むことももちろんあるんですけど、そうブラックが飲めるようになりました。30ぐらいからかな。そうブラックコーヒー結構好きなんですよね。で、中でもこれライオンコーヒー、ハワイのねコーヒーですね。でこれ私、まあ、ハワイ大好きだから、それでこれなのかなって思われるかもしれないんですけど、普通にこの味が大好き。ちなみにこれコストコで買ったんですけどね、そうめっちゃ美味しい。なんか癖なくて結構すっきりしてるので飲みやすくって、酸味が強いコーヒーはあんま得意じゃないんですけど、これはね酸味があんまり強くなくてスッとした感じの味なので、すごくお気に入りです。今日はせっかくなので、この夏恋にしようかな。このパッケージの通りすごいね、柑橘系というかレモンのすっきり爽やかなフレーバーティーで、夏らしくてめっちゃ美味しかったです。で、この紅茶とあとおやつなんですが、今日はこちらにしたいと思います。朝をね食べたお米ベーカリーのね、こういうちっちゃいやつがあるんですよ。ベーグレットっていうんですけど、このちっちゃいやつがおやつにめっちゃちょうどいいので、これをね今日は食べたいと思います。プレーンはねさっき食べたので、これはちょっとお休みで、全部でね味4種類あって、こちらアールグレイラテ、絶対みんな好きでしょ、めっちゃ美味しい。そしてショコラ、これがね個人的にめちゃくちゃおすすめ、全部おすすめなんだけど、どれか一つって言われたらショコラがね一番好きです。そして枝豆チーズ、これはちょっとしょっぱい系というか、こんな感じのラインナップです。ほら枝豆チーズとかもさ、ちゃんと枝豆とかチーズ入ってるんだよ。チョコチップもこれぎっしり入っててめっちゃ美味しい。これもレンジで1分半チンします。ということでチンし終わりました。こんな感じで美味しそう。で、あと紅茶もね、レモンのフレーバーがいい香り。いただきます。美味しい。こういう紅茶とか、まあ、コーヒーとか、なんかドリンク系はなんかお気に入りのものを必ず常備するようにしていて、なんか近所のコンビニとかスーパーとかでもねもちろん買えるし、まあ、美味しいものもたくさんあると思うんですけど、ちょっとこだわって選んだものとか、こういう紅茶専門店のものだったりとか、なんかわざわざお取り寄せしたものとか、そういうのをねなんかいただくと、なんかすごいこう充実感を感じられるというか、なんかとりあえずで選んでないっていう感じ、ちゃんとこだわって選んでる私はっていう、その感じがやっぱね小さな幸せにねつながるんじゃないかなっていう風に私は思っていて、だからちょっとこうお気に入りのものをね選んで楽しむっていうのはやっぱ幸せにつながっていくなって。あいちゃんもな、待って待って降りんの、よいしょ。じゃあちょっとこれベーグレットをいただいていきたいと思います。え、何からいく、やっぱしょっぱい系からいく、この枝豆チーズ美味しそう、いただきます。うん、うん、うん、枝豆チーズはしょっぱい系だから、なんか朝ごはんとかにもおすすめですし、このね小さいサイズのベーグレットがもうすごい助かってて、やっぱちょっと食べたいなっていう時にこれ1個だけ温めて食べるとかもできるから、めっちゃいいじゃないですか。あとこの間ちょっと寝坊して、もうすごい急いで支度して出かけなきゃいけない日があって、でしかもちょっとその日スケジュールも詰まってるからお昼ご飯食べられないかもみたいな感じだから、さすがに今なんか食べなきゃって思って、でその時にこれがあってめっちゃ助かって、もうチンしてもうとりあえずパクッと食べながら準備するみたいな感じでできたから本当に助かってます。これあとやっぱりちっちゃいから、なんかちょっとずついろんな味食べたいなみたいな時にもいいと思うので、ね、いろいろ楽しめるからいいですよね。なんか小さいお子様とかいらっしゃる方とかもちょっとお腹空いたみたいな時とかにもね良さそうかなって思いました。じゃあ次アールグレイ食べてみようか。アールグレイラテです。
応こんな感じで、もうほんともちもちなんですが、あ、ちなみにこの白いやつはホワイトチョコレートです。これがね、またアクセントで美味しい。いただきます。あ、もう香りからめっちゃいい。うん、美味しい。この生地自体はそんなにこう甘すぎず、本当にほのかな甘みっていう感じなんですけど、そこにこのホワイトチョコレートが入ってくるので、ちょっとこう締まるというか、アクセント効いててめちゃくちゃ美味しいです。そして最後ショコラ、これもまた美味しいんだわ。チョコ感しっかりだけど、これもめっちゃ甘いってわけじゃなくて、もう甘みは本当にほのかで、なんかチョコの香ばしい風味っていうのかながあるんですけど、甘さっていうのは本当控えめ上品な感じで、すごく食べやすいです。うん、やっぱこれ一番好きかも。最近はやっぱりこう日常のね、もう本当にこう自分の身の回りのものをちょっと質のいいものに変えてみたいとか、もう本当にそれが大事って最近めちゃくちゃ思ってます。で、このね、お米ベーカリーのベーグルは2022年に週に一度のオンライン販売から始まったらしいんですよ。発売後はね、すぐ完売しちゃうほど人気で、なかなかね、手に入らないこともあったみたいなんですよね。で、そこでたくさん作れるようにこう生産体制とかも整えて、今年の7月、ついこの間ですね、定期コースがスタートになったそうです。で、その定期コースの中にも3つのコースがあって、プレーン7袋のコースと、あとおまかせ7袋のコースと、あとはセレクトコースっていう3種類があって、で、そのセレクトコースは5袋から9袋の間で好きな商品を好きな数選んで定期便にできるっていうコースです。一回全部の味食べてみたりして、お気に入りだなっていうのがあったら、それを多めにしたり、もうそればっかりにしたりとかできるからね、セレクトコースあるとめっちゃいいですよね。で、お届けのサイクルも2週間、4週間、6週間の中から選べるので、毎日グルテンフリーしたいよという方も、ゆるグルテンフリー派の方だったり、普通にね、美味しいベーグル食べたいなっていう方とか、ご自身のライフスタイルに合わせて選べるというのもね、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。少しでも何か、あ、これ自分の生活に取り入れてみようとか思っていただけることがあったら、すごく嬉しいなと思います。動画の中でもご紹介したお米ベーカリーのベーグル、気になった方はぜひチェックしてみてください。でですね、こちら定期便にお申し込みいただくと毎回 5% オフになるんですけれども、今回この私の YouTube とのコラボキャンペーンで、なんと初回のお届けがさらに1000円オフになります。太っ腹で、さらにですね、私が運営しているオンラインサロンのサオリのご機嫌サロンっていうのがあるんですけれども、そちらにご入会くださっている方は、もっとお得に購入していただけるキャンペーンをファンキルさんが考えてくださいました。ありがとうございます。なので、サロンの会員の皆さんは詳細サロンの方に貼りますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ちなみにこちら定期便ですが、お届けの回数の縛りとかはないので、お気軽にお試しいただけます。気になった方は下の概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。すごい美味しいので、ぜひ試してみてほしいです。また感想よかったら教えてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。